小松左京は日本の小説家、本名小松みのる、星新一、筒井康隆と共に s f 5三夜と呼ばれ、日本 SF 界を代表する SF 作家でありながら、戦後の日本を代表する小説家でもあった。1970年の日本万国博覧会で、テーマ館、サブプロデューサー、1990年の国際化と、 緑の博覧会の総合プロデューサーとしても知られる。宇宙開発の振興を目的とした啓発活動にも力を入れ、宇宙作家クラブの提唱者で顧問も務める。広範囲で深い教養を備えた知識人であり、その活動範囲は幅広く膨大なジャンルにわたる。デビューの直後から通常の作家の枠を超えた8面6臂の活動を始めている。ジャーナリストとして、 国内各地を歩き、メディア出演を精力的にこなし、未来学研究会やメタボリストなど多くの学者やクリエイターと交流を持った。1970年の大阪万博では、若干40歳弱にして主要スタッフに名を連ね、関西財界や財界との密接な交流は晩年まで続いた。その姿は今、SF 作家という言葉で想像されるものをはるかに、 超えている未来を書く SF 作家としてデビューし、しかも好奇心旺盛だった小松は、単なるエンターテインメント作家ではない、未来について語る新世代の知識人として、独特の期待を寄せられる運命にあったと言える。実際彼は、その期待に応え、小説執筆の傍ら様々な言論人、建築家と積極的に交流し、様々な研究会、 学会の設立に参加して、積極的にコミットし、新しい知識人の一角を急速に占めていった。学者や財界人を相手に、文明論を語り、日本論を戦わせる勢力的な人物だった。他方で、小松は自ら制作会社を立ち上げて若い作家を集め大型 SF 映画の制作にも乗り出している。小松が原作、脚本、総監督、 制作すべてにクレジットされ、公開した映画は、工業成績こそ振るわなかった小物、の、ライトノベル作家やアニメーターなど、次世代のクリエイターの育成に大きな役割を果たした。また、関西出身の知識人として、京阪地域の愛着は、とりわけ強く、様々な場で、ブレイン役を務めた。他にも、エッセイや対談、メディア出演は、数知れず、 阪神大震災の際も活動を行っていた。先祖は、阿波の小松から、千葉の外房に行った漁師の一族。父親は明治薬学専門学校や学材学中に、東京の老舗の漢方薬屋の娘と婚約しの地に、結婚した。父親が薬学を捨て電気機械の飽きないを志し、大阪で、金属加工の町工場を起こしたため、大阪府大阪市西区で、 いつおかずめの次男として生まれた。4歳の時、兵庫県西宮市に転居し、その後は天がさと西宮で育った。京都大学で夜勤工学を専攻し、山陽電機の技術者となった兄は、戦争の最中でも科学書を読み漁り、小松に科学の知識を教えた。またこの兄は、広島に落とされた新型爆弾が、 原子爆弾であることを教えたという。少年時代は病弱で、スポーツには興味が湧かず、歌と漫画と映画と読書に熱中した。また、母方の親戚がいる東京で歌舞伎を見たりもした。大阪でも文楽に連れて行ってもらい、古典芸能についての知識も身につけた。小学校5年の1941年の時に、NHK 大阪放送局の子供向けニュース番組。 子供放送局のキャスターに起用された。1943年、第一神戸中学校入学。小松は、関西でいう、一ビリな性格で、小芸やユーモア歌謡が好きであったため、浮かれのあだ名をつけられ、戦中は、教師から睨まれていた。一方で、体が丈夫でなかったのにもかかわらず、柔道部に入った。終戦時は14歳だったが、当時は、 徴兵年齢がどんどん下がっており、このまま戦争が続いて自分も死ぬのだろうと考えていたが、思いもよらず生き残った。そして、沖縄戦で自分と同年齢の中学生の少年たちが銃を持たされて多数死んでいるのを知り、生き残ってしまった者の,の責任を考え、文学をそして将来 SF を書く契機となったという。戦後には兄から教わったバイオリンの腕で、 同級生の高島忠夫とバンドを組んでいた。当時読んだダンテの新曲の科学的な知見も組み込んだ壮大なストーリーに衝撃を受け、後に SF を書く基盤ともなり、また大学ではイタリア文学を専攻することとなる。1948年に旧制中学を卒業し、第三高等学校に入学。憧れの旧制高校時代は人生で一番、 楽しかった年だったというが、本来、3年間のモラトリアムのはずが、学生変更で1年で終わる。京都大学文学部を受験して、イタリア文学科に進学。大学在学中に、同人誌、兄弟作家集団の活動に参加。高橋和宮三浦博士。だが、原爆を投下したアメリカに対する反感からの、反戦平和を唱える、共産党に共鳴しての入党であり、 共産主義思想を真に信奉してのものではなかった。そのため、ソ連の原爆開発にショックを受け、共産党の活動に疑問を抱き、後に共産党を離党する。また、この時期に、森みのる、小松みのる、森みのる名義で、おてんばてこちゃん、イワンのバカ大地帝界等の漫画作品を、雑誌、漫画王等に発表しており、すでにデビューしていた。 手塚治虫の影響が伺える。当時の小松の漫画を愛読していた漫画家にして漫画コレクターの松本霊二とも後に進行ができ、銀河鉄道39の文庫版の解説も小松が記している。ルイジ・ピランデルロについての卒論を提出して、1954年に大学を卒業。しかし、就職試験を受けたマスコミ各社の試験にすべて不合格。 経済誌アトムの記者、父親の工場の手伝いラジオのニュース漫才の台本執筆等の職を経験する。また、産経新聞に入社していた三浦博士の紹介で産経新聞にミステリーなどのレビューも執筆する。大学時代から神戸一中の同級生たちと結成していたアマチュア劇団でも儀曲執筆、演出、出演を担当していた。この時、 オーディションに来た女性に一目惚れして交際し、1958年に結婚。だが、生活は苦しく、妻の唯一の楽しみであるラジオを修理に出してしまった。ため、当時大阪に出現していたアパッチ族をモデルにした空想小説を書いて、妻の娯楽に当てた。この作品が、後の長編デビュー作、日本アパッチ族の原型となった。 三浦博士に知らされて1959年12月に早川書房が創刊した SF マガジン創刊号と出会い、ロバート・シェクリーの危険の報酬に衝撃を受け、自分もアメリカ流のサイエンスフィクションを書こうと決意する。1961年、早川書房主催の第1回空想科学小説コンテストに小松左京のペンネームで応募した地には平和をが、 努力賞に入選。筆明の、左京は、生命判断に凝っていた兄から、五角と八角の文字を使えば大成すると助言を受け、左が勝っていた兄弟生だからということで、左京を選んだ。地には、平和をは、SF マガジンには掲載されず、入会した SF 導入誌、宇宙人に掲載された。翌年の第二回 SF コンテストで、お茶漬けの味が、 第3席となったが、編集長の福島正美からはすでに評価されており、それを待つことなく、SF マガジンに掲載された、駅線逃げさ時でデビューし、常連に加わる。1963年、日本 SF 作家クラブの創設に参加。盛んに上京し、SF 作家仲間たちと交流した。1963年、オール読み物に、神か神かが掲載され、 中間小説誌デビュー。吉田健一や大木谷肖像に絶賛される。同年、短編集、地には平和を、を刊行し、1963年度下半期の直木賞候補となった。1964年、公文社から諸女長編、日本アパッチ族を刊行。1964年には、加藤秀俊、梅沢忠浦と共に、 万国博を考える会を結成し、大阪万博のテーマや理念を検討。1967年には、モントリオールで開かれていた世界博を視察。加藤、淡津清泉泉信也らと万国博の娯楽施設のプランも作った。また、このメンバーらで、未来学も話題となり、1968年の日本未来学会の創設に、梅沢忠夫、 加藤秀俊、林雄二郎、川添昇と参加する。他に、小松、加藤、川添、川、北二郎の4名で、KKK k 団と名乗り、1966年に、雑誌、文芸に、連続対談を5回連載した。1967年には、KKK 団の4名の教著の著書として、シンポジウム未来計画を刊行した。 1964年から始まった近畿ローカルのラジオ番組、題名のない番組やゴールデンリクエストでかつら米朝らと知的で快活なトークを交わしたが、そこにあった常連リスナーからの投稿からアイデアを得て、雲の糸、海底油田、四次元落橋などの多くの商編を成した。彼の商編はこの時期に集中している。1965年にはベヘーレン創立時の 呼びかけ人になった。1966年には、東京12チャンネルに勤務していた馬場孝一が主催で、ベトナム戦争についてのティーチイングを行った際、小松は、小田実のりや海講県らと共に参加し、ベトナム戦争反対論を論じた。このイベントは、あまりに、反戦論者が多かったため放送されず、馬場は、東京12チャンネルを退社した。九百七十年には、 国際 SF シンポジウムを主催。米、A、外央の SF 作家を日本に招き、アーサー・ C ・クラーク、ジュディス・メリル、フレデリック・ポール、ブライアン・オールディスラが参加した。また、同年の日本万国博覧会では、サブテーマ委員、テーマ館、サブプロデューサーを務めた。太陽の島内の展示を、岡本太郎と考え、DNA の巨大な模型を作り、 生物の進化を表すようにした。また、地下スペースに石毛なおみらが収集した世界中の心臓や仮面を展示。そのコレクションが1977年をオープンの国立民族学博物館の元となった。1980年には日本 SF 作家クラブ会長として特馬書店をスポンサーとした日本 SF 大賞の創設に尽力。 1981年1月発表の第1回受賞作には科学を主題にした本格的なハード SF 短編集である堀明の太陽風光点を強く押して受賞させた。1980年前後、東方からのオリジナル SF 映画の企画依頼に応じ多数の SF 作家を招いてブレインストーミングを重ねた後、小説を先行させて さよならジュピターを発表。映画化に際しては新会社を設立して、自ら総監督権脚本を務め、名目上だけではなく完全な人頭式を取った。必ずしも高評価にはつながらなかったが、多くの SF 作家を育てた。1986年、自身を投影した、老化学者が宇宙へ飛び出し派手しない旅を続ける、虚無回路を執筆。この作品は、 結局未完となる。1990年の国際下と緑の博覧会では、博覧会の総合プロデューサーとして活躍。また、5回にわたり、大阪サカソシンポジウムのプロデュースを担当するなど、執筆以外の活動も多岐にわたっている。これらのプロジェクトの経験は、後に著書、巨大プロジェクト動くにまとめている。2000年より、 門川春樹事務所が主催で小松佐教省が設立され全校委員を務めている。2001年より導入し小松佐教マガジンを主催。毎号関東には編集長インタビューとして小松と著名人との対談が掲載されていた。1993年に小林隆雄によって発見されていた小惑星が2002年に小松佐教と命名された。 2006年7月からは小松左京全集完全版の刊行も始まった。この全集はハードカバーとしては日本で初めてオンデマンド印刷で作られることでも注目されている。2000年1月にはすでにオンラインで注文した作品を組み合わせてオンデマンドで印刷するオンデマンド版小松左京全集が開始されている。2007年に日本で開催された ワールドコン第65回ワールドコン第46回日本 SF 大会日本2007にはデイビッド・ブリンと共にサッカーゲスト・オブ・オナーとして招待された。2008年には小松左京辞伝実存を求めてが刊行された。2011年7月26日午後4時36分、肺炎のため大阪府見直市の病院で死去。80歳没。没後。 復活の日に登場するアメリカのアマチュア局のコールサイン WA5PS が誰にも割り当てられておらず、空いていることが判明、小松左京事務所に許可を求めた上で、小松左京記念局として免許された。2019年10月12日より、世田谷文学館にて展覧会小松左京展 DK 閣が開催された。DK 閣とは、 日本沈没の作中で遂行されるプロジェクト名から来ている。民族学者の梅沢忠夫は小松にとって憧れの人だった。梅沢が書いた文明の生態史観除雪の論考のスケールの大きさに圧倒された。ヨーロッパ対アジア、東と西という座標軸で捉えていた世界史に革命的な新しい視野をもたらしたと感動して注目し続けていた。 1963年、梅沢は情報産業論を発表。センセーションを巻き起こした。情報産業は今では当たり前の言葉だが、当時は概念の新しさに世間は驚いた。梅沢が初めて用いた。小松もそのオリジナリティに同目した。小松と梅沢は共に放送朝日に執筆していたのが縁であい。京都。 北白川の梅沢の自宅で毎週金曜の夜に開いていた金曜サロン、別名梅沢サロンにも時折出席するようになった。梅沢邸の広間に研究者や編集者など多彩な顔ぶれが集まり、自然科学、人文科学、社会科学をはじめ、京都の話から宇宙の話まで段論風発した。素晴らしく刺激的で、しかも堅苦しいムードは解無。 えがたい集まりだった。梅沢は大阪市大の助教授だった。目の輝きが強く印象に残る、柔らかい京言葉で繰り出す話の斬新さと面白さは無類だった。1963年の終わり頃、梅沢を中心に指摘研究会ができ、小松も喜んで加わった。日本の行く末について幅広く議論するのだが、堅苦しい集まりでなく、 知的な遊びのような雰囲気だった。メンバーは、林雄二郎、川添昇、加藤秀俊、それに、小松で、林は、当時経済企画長の経済研究所所長、川添は建築評論家、加藤は、京都大学大学院教育学研究科、教育学部京都大学教育学部の助教授だった。全員が3、40代だった。日本全体が若くて、大らかだった。 何よりエネルギーに溢れていた。社会全体、風通しが良く、面白い人材もたくさんいた。そうした人たちが、個人の利益や金儲けや立身出世など考えないで、知的好奇心の赴くままに愉快に語り合った。日本をどうするのか、未来はどう切り開いていくのか、金層大に、そして面白半分に語り合った。翌年の東京オリンピックが、 話題になっていて、五輪の次は大阪で万国博との情報が聞こえてきたのもちょうどその頃だった。このメンバーを主体に若手研究会による私的研究会万国博を考える会が結成される小松は当初知的好奇心によるプライベートな集まりの研究を目的としており国家プロジェクトとしての万博に関わるつもりはなかった。昭和十九年のその時点において 小松は、ようやくいくつかの単行本も出て、少し制御が安定しかけたばかりの、いわばまだ駆け出しの物書きであった。年齢もまだ40歳にもなってなかった。そもそものきっかけは、1964年の春、新聞の片隅に載った、東京オリンピックの次は、大阪で、国際博という見出しの、小さなベタ記事に興味を持ったことからだった。百六十四年は、 オリンピックの年だった。オリンピックとは、そもそも日本の社会にとってどんな意味を持つかということが、小松たちの間で話題になり始めていた。しかし小松たちが関心を持ち始めた1963年の後半の時期は、ある意味で遅すぎた。オリンピックの実行体制はすでに全く整い、巨大プロジェクト特有の不透明性が現れてしまっていた。 また関西からではわからないことが多かった。この時代東京、大阪間の情報交換密度は現在とは比べ物にならないほど低かった。東京オリンピック予算は関連投資を含めて1兆740数億円もの巨大投資、巨大開発がされているにもかかわらず、日本の論壇と知識人は、この東京オリンピックの異様な盛り上がりに対して奇妙なまでに冷淡で、 無関心であった。まだオリンピックの方も開かれておらず成功か失敗かもわからない状態なので万国博が果たして本当に開かれるかどうかはわからなかった。これなら今からトレースすればある程度間に合うという算段があった。ただこの時はまで作る側に巻き込まれることになろうゆうとは夢にも思わなかった。純粋な好奇心で日本の社会の中で この壮大なイベントが作られ、利用されていく過程をそばでじっくり眺められると思ったのである。考える回は最初三つの筋だけで万国博というのを改めて見た。一つは万国博などという奇妙なイベントが文明史の中でなぜ生まれてきたか、それがこれまで人類社会にどういう役割を果たしてきたか。このイベントは1851年の 第一回ロンドン博以前の長い人類文明史の中のどういう伝統とつながっているか、もしそれが将来にかけてなお文明に対して何かの役割を果たしうるとしたらどんな役割を果たすだろうかといういわば本質論である。二つ目は戦後のブリュッセル博、シアトル博、そしてその年の4月ニューヨークで開催されて評判の高いニューヨーク博、さらに モントリオール博のそれぞれできるだけ綿密なケーススタディをやること。3番目は、日本という国の中で、こういった巨大な国際的行事が作られていく過程を一種の社会現象として捉え、地域開発、財政界、官僚、学会、文化人、その他各界の反応と対応の仕方、総合的な政治演出など、あらゆる側面から観察し、検討してみることである。 この時関係者が進めていた輸出振興と万国広にはなんとなく引っかかりを感じていた。確かに万国博が今政府が力を入れている輸出振興につながるのは別に悪くない。政府に万国博誘致に踏み切らせるための説得する材料にもなるだろう。しかし輸出振興のために万国博を開くのだという基本性格が決まってしまうのはなんとなく 具合が悪かった。研究報告と3年後のモントリオール博がテーマ作りにあたってサンテグジュペリーの作品からその相手が得られたという情報を得て会の考え方の方向はほぼ決まった。万国博が産業、技術の一大情報交換の場であった時代は19世紀中にほぼ終わった。20世紀前半は新しいファンタスティックな建築。 新しい概念の美術によって印象付けられるがこれはむしろ過度期の性格を持っていた。そして戦後の博覧化は一方においてますます大衆化されつつある世界異国最適大衆化社会を基盤にし他方においてその世界の大衆へ向かって我々の世界についての問題提起と提案を展示催しを通じて行う場という意義と性格が強まってきている。 博覧会は、その直接的、経済的な効果より、その博覧会を通じて、世界の大衆にアピールすべき、理念の方が重視されてきているのだ。そしてその方向に沿ってのみ、博覧会を開催する意義がある。小松たちの、ごくささやかな、自発的研究会、1964年当時は、ほとんど知られてなかったが、が探り当てた結論は、日本万国博は、 やりようによっては、極めて意義のある、やる価値のあるものになりうるだろうということだった。1964年の暮れに、段階で、ひとまずの結論に達し、回転休業状態だった、万国会を考える会に新しい動きがあったのは、65年の春になってからだった。1965年春、初めは、非公式な接触だった。 当時大阪府の職員として万国博の準備にタッチしていた人物が、密かに梅沢邸に訪ねて、万国博のやり方について、どう考えていいか知恵を貸してほしいと申し入れた。彼は、以前から梅沢に自宿していて、いろいろ助言をもらっていた。また彼は小松とも参考、兄弟の同期である。5月には、 70年に本開催が本決まりになったが、まだこの時点でも会は、裏で知恵を貸すだけと考えていた。何やら政治が絡み始めていたので、厄介時に巻き込まれるのを懸念したためである。そうこうするうちに政府にも国際白準備委員会ができ、その事務局も接触を求めてきた。そこで考える会は、万博は各あるべしと考えているわけではなく、純粋に、 知的興味から研究するうちに、こうすれば意義のあるものにできるという可能性が見えてきたので、それを伝えるのは、やぶさかではないという基本姿勢を説明した。この時の事務局長は熱心な人で会の研究成果を真摯に聞いてくれて、会も何度もレクチャーした。要は、自発的な研究会として発足したのものが、非公式のブレーンになってしまいには、 表舞台に出たという形になった。ところがこうした接触を通産省サイドが心よく思っていなかった。学者が理屈をこねているだけ、理念道楽には困ったものだという声も聞こえてきた。そこで、会は賛同してくれた人を一堂に集めて、会の存在を性格をオープンにしようということになった。9月15日、岡本太郎、萩原演寿、星新一。 マナベ・ヒロシらを含む総勢35名による万国博を考える会の第1回総会が大阪科学技術センターで開かれた。小松が司会役でパネルディスカッションも行った。こうした中、11月の博覧会国際事務局を調べるためにニューヨークにも行った。海外行きといえば船舶に頼るのみだった戦前の世界において、 極東辺境の島国という地理的事情が大きく働き、一歩戦前,前の万国博は当時の世界の中心ヨーロッパと大西洋岸アメリカでほとんど行われていた。当時、年間海外渡航客の数はせいぜい数十万からようやく70年代に100万人の大台に乗せる程度で、そのうちの半分以上はビジネス、そして旅行先も手軽なグアムかハワイ、台湾、 香港といったところが多くて90%以上の日本人は万国に触れずに一生を終えていた。そういったことを考えてみるととにかく出展でもいいから万国が大揃えて集い来る万国博を極東の日本でやる意義がありそうだというのが考える会の共通の感想だった。モントリオール博のモンテベル会議には作家、哲学者、科学者、 詩人などが集まり長期にわたる討議の末にテーマを決めていた。討議にはカナダ人でない人も参加し、テーマとサブテーマを展示をこなすにあたっては、各国の展示プロデューサーやディレクターとも会議を持っていることに注目した。テーマからプランまで国際協力で作るということである。このやり方に早速乗り気になった。予算と時間切れで、このアイデアは叶なわなかったが、 黒川気象などの努力でテーマ間の空中展示の未来の居住空間の部分に実現した。テーマ作成関係の予算は少なく、京都での会合は頻繁になったが、その会合費は一部準備会が負担したものの、かなりの部分が各自負担、あるいは考える会事務局負担、ひどい時には Y の個人負担だった。発足後、一部は生産されたが、 そのままになったものもあった。依然として、博覧会当局とは、公式に何の関係もなく、むしろ一部からは、考える会が白眼視されてさえいたのに、テーマ作成のために、会の研究は、非公式にどんどん使われるという妙な立場だった。小松は、記者から、お国のために引き受けたのかという質問に対し、お国のための仕事を引き受けたのではなく、 万国博という人類の知的、文化的、精神的共有財産のために仕事を引き受けたと答えた。人類のためあるいは人類の未来に何らかの形でつながっていると思えばこそ引き受けたと述べた。10月5日、第2回テーマ委員会が開かれ、そこで基本理念の起草が決まった。70年万国博の精神を内外に示し、 呼びかけるようなものが必要であり、それもブリュッセル博、シアトル博、モントリオール博で作られたもののように、文明について、人類について、世界の現状について、人類の未来についての深い洞察と高い認識に基づき、それを踏まえた上で、日本におけるアジア最初の万国博の持ち方を歌い上げるような、拡張高いものである必要がある、というのが、 ずっと前からの小松たちの考えだった。次のテーマ委員会まで2週間しかなかった。その間ほとんど毎日京都で会合を持った。引け行く、無限の未来に目を馳せつつ、という文で始まる、基本理念ができた。小松は、エレメントの配列についての討議と、最終段階のポリッシュに参加した。ものを書く立場として、この作業は大変参考になった。 最後は桑原が草案を書く役目を引き受けたため、連日泊まり込みで作業を続けた。こうして、明け行く、無限の未来に目を馳せつつ、で始まる、基本理念の草案が出来上がり、テーマ委員会でほぼ無修正で採択された。この文章をもとにして、人類の進歩と、調和というテーマも生まれ、正式に採択された。さらに今度はそのテーマを、 どう展示に結びつけるかというサブテーマへの展開が必要となり、小松と梅沢がテーマ専門調査委員会の正式委員に名を連ねることになった。67年、岡本太郎がテーマ展示プロデューサーの役を引き受ける。岡本はもともと桑原とこに入れ、考える会を通じて、小松とも親しくなっていた。間もなく、梅沢から岡本さんを手伝ってやってくれと。 電話がかかってきた。梅沢は国家公務員なので動けず、小松がやってくれないかという話だった。小松は岡本が個人的に小松を雇うという形であればという条件で引き受けた。役人の接触をするのはもうこりごりだったからである。こうして、小松はテーマ展示プロジェクトの制作チームのサブプロデューサーということになり、テーマ館の地下展示。 過去イコール根源の世界を担当することになった。地下展示のスタッフに知った顔はなく、無名ではないが、当時まだマスコミにそれほど売れていない比較的若い人たちばかりだった。小松はこのメンバーと一緒にやった仕事は、後々まで心に残るような気持ちのいい、楽しい仕事だった。エンバイラメントアートで、今や売れっ子の伊藤高道。 伊藤高康両人、映像評論家の岡田進、などなどがメンバーだった。金や組織ののだるきりわからないプロデューサーと芸術のことに、まるで関心のなかった事務屋がゼロから寄せ集めで作る。小松は何度もうなった。こんな人数で、こんなメンバーで、それに、こんな事務所で30億の規模の仕事をしているなんて。 信じられないなあ小松が地下展示のスタッフたちと初めて顔を合わせた時すでにデザイン面でのいくつかのアイデアが出てきたがすべて脇に置いた。そして最初の2週間ほどはとにかく来る日も来る日もテーマとサブテーマをめぐってのレクチャーと討論をやった。展示業者から出向員まで引きずり込んで無茶だとは思ったが生科学から文明論から人類学から民族学まで とにかくサブテーマを作り出す上の背景となった基礎知識をみんなが大体のアウトラインをマスターしてしまうまでやった。四つのサブテーマを岡本の構想になる地下イコール過去、地上イコール未来、空中イコール未来を言う地下の過去イコール根源の世界へ投影した展示の基本的イメージはその方向から出てくるはずだった。生命がなぜ素晴らしいか、自然がなぜ親わしいか、 そして、産業革命以前、つまり、機械文明以前においても、人間の所与においていかに素晴らしく多様であり、人間というものはいかにいじらしいものであるか。こういったことは、近代的デザインの、センスからだけではよくつかめない。どうしてもある、程度学問的な成果を踏まえた具体的な知識がいる。顕微鏡映画や天体写真、学術書に入っている図版を見ながら科学の開示する。 世界がデザイナーたちのデザインスピリットというべきものを刺激することを小松は期待した。ついにデザイナーたちはその世界に自分から興味を持ち始め、どんどん資料を集め始めた。あとはこれを展示にビジュアライズしていけばいい。こうして小松のサブテーマの仕事は一段落を迎えた。これらの国家的イベント作業に関わったことが貴重な経験となり、 官僚組織や国家機構を内部から見た経験は、結果的に日本沈没にも生かされた。1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災には、自らも被災。大阪・美濃の自宅の庭の石の灯籠が二つガラガラと倒れ、寝ていた小松は羽を起きた。報道陣からは次々と電話がかかってきた。半を押したように、 第一声が沈没みたいですねだった。被災地の様子は日本沈没の描写のままだった。取材構成は本格化し、電話インタビューや現行依頼、テレビ、ラジオの出演要請が相次ぎ、自宅に突撃取材を観光するヤシもあった。ほとんどの人たちが日本沈没のことを口にした。小松はこの作品を書いた筆者としての義務感から無我夢中で対応した。 毎日新聞から週に1回、1年間の予定で宇宙の話を連載する予定だったが、急遽阪神大震災の企画に切り替えた。現場を見て回り、多くの人たちの声を聞いて、専門家と話し合った。ある巧妙な学者に、高速道路がなぜ倒れたかを共同で検証したいと申し入れたが、学者は地震が予測をはるかに超えていただけ、私たちに、 責任はないと言われ信じられない思いを受けた。テレビ局のインタビューに答えて視聴者のリクエストとヘリコプターなどの現場取材を連携させたライブによる安否情報の発信を提案したりもした。しかしいくつかのテレビ局が実際に試みたが被害範囲が広すぎたこととリクエストの信憑性を検証できないという指摘を受けあまり成果を上げないまま中止された。小松は 小松左京の大震災95を1996年6月に観光し震災の教訓として防災情報の共有化や温かみのある復興の大切さを書いた。その後はもう何もする気力がなくなりうつ病を患ったという2000年後のようやく回復。その後も小松自身は震災からの復旧活動に積極的に関与していた。 2011年3月11日に発生した東日本大震災では唯一の被爆国の国民として SF 作家になった人間として事実の検証と想像力をフルに稼働させて次の世代に新たなメッセージを与えたいとの言葉を残した復興を願いこれから日本がどうなるのかもうちょっと長生きして見てみたい勇気に今なっトんのやと記していたまた3.11の 未来日本 SF 想像力の序文を寄せている。最大のベストセラーになったのは1973年に公文社から刊行された日本沈没で社会現象とまでなった。刊行前は長すぎて売れないと出版社側からは言われていたが、3月に発売すると驚くほどの売れ行きを示し、その年末までに上下関連計で340万部が刊行された。 福田武雄や当時首相だった田中角栄もこの本を読んだという。日本沈没を書き始めたのは1964年。日本アパッチ族を出した後からだった。1962年に地球物理学の世界で提唱され始めた海洋帝拡大説を読んで、これでウェゲナーの大陸移動説が復活するのかと興味を持っていたことからだった。 日本アパッチ族を出した翌月に NHK ブックスから竹内人氏、上田聖也の地球の科学大陸は移動するが出た。これは面白くなってきたと地球物理学の勉強を始めながら構想を練り始めた。書き始めた動機は1億玉祭、本土決戦の引っかかりがあったからだった。ちょうど1963年に応答は戦争肯定論が出て、 その種の論調が勢いを持ち始めていた。あの戦争末期の一億玉砕本土決戦という空気は肯定する気になれなかった。政府も軍部も国民も一億玉砕と言って、本当に日本国民がみんな死んでもいいと思っていたのか、日本という国が亡くなってもいいと思っていたのか。だったら一度やってみたらどうだ、そこから日本がなくなるという設定ができないかと考え始めた。 日本という国がなくなった時に日本人はどう生き延びていくのか。ポーランドのように歴史上国がなくなったケースはいくらでもある。たまたま幸運にも日本はそういう経験をしてこなかったがもしそうなったら日本人はどうするのか。普通の小説ならできないがヒストリカルイフを使った SF ならそういう設定で書ける。国を消すことで日本人とは何か。 日本文化とは何か、そもそも民族とは何か、国家とは何かということを考えることができる。国を失った日本人たちに小説の中でそれを考えさせることができる。そのためには日本列島そのものを沈めてみたらどうか、あ、そういう着想が浮かんだ。なので本来小松が書きたかったのは日本が沈没した後の第二部だった。ところが沈めるまでに、 かなりの私服を使ってしまった。科学好きな小松は勉強を始めると徹底的にやってしまう。67、68年頃になるとプレートテクトニクス理論が出てきて沈め方にさらにリアリティを出せるようになった。日本沈没を書き始めてから完成まで9年もかかってしまったのは万博等で新編が忙しかったのとやはり地球物理学の最新研究の知識をトレース。 するのに時間がかかったからだった。9年間で担当者はもう3人目になっていた。原稿が完成して、公文社に渡したら、長すぎると言われた。上下2巻になると下巻が売れないから、なんとか一冊にしてくれ、削ってくれという。以前にも言われたこともあり、今度は小松も、それなら、もう、ドブに捨てると言った。米ソの宇宙開発競争があり。 69年にはアポロ11号が月に着陸した。それだからこそ小松は地球を題材にしたものを書かなければと思った。最初はタイトルは日本滅亡にするつもりだったが編集者が沈没を提案した。日本沈没の観光は1973年3月20日。初版は上下3万部ずつだった。3月24日には公文社が 朝日新聞に前後段の広告を打った。あっという間にベストセラーになり7月には上下で200万部を超えた。印税のおかげで父親の借金まで全部返せた。1964年に世に現れた電卓であるが、小松はこれをすぐに導入し、使いまくって日本沈没を書いたという。2011年7月29日の毎日新聞。 余ろには13万円の電卓とあり、同年11月24日の NHK クローズアップ現代では、小松の電卓として、キャノンのキアノーラ1200が紹介された。別モデルと思われる話もあり、安田俊明によれば、37万円ほどの標準品を買い、目の玉が飛び出るほど高かったが、あれを使いまくったおかげで、日本沈没がかけたと、小松は語ったという。 また、1979年に発売された初の国産ワープロである東芝の JW-10 も、いち早く1号機を小松左京事務所で使用していたが、その後、携帯できないことなどを理由に手書きに戻っている。日本沈没は第一部間として発売され、第二部は世界に流浪した日本人たちの運命を描く予定であったが、日本人としての固有性を守るべきか。 国土を失った民族としてコスモポリタニズムに貢献すべきか小松に迷いが生じ執筆されなかった。後に恒例を理由に小松自身による執筆は放棄され2003年11月から続編を作成するプロジェクトチームが作られた。執筆は谷公衆が担当し2006年7月に日本沈没第二部が刊行された。 日本を沈没させてしまったおかげで日本論の依頼も増えた。日本沈没がベストセラー化したことで世間における SF の位置づけ、SF を取り巻く状況も変わっていった。日本アパッチ族の頃は SF と名打てば売れないと言われていたのに日本沈没以降の出版界はむしろ SF ブーム。日本 SF 大会で SF の浸透と拡散なんていうのが テーマになったのも、この頃だった。モントリオール博を視察に行く道中、小松と梅沢は、文化と文明について話し続けた。人類の過去の遺産、文化と文明の多様性、科学が明らかにしつつある自然と人間の関係、科学技術が急速に変えつつある社会と世界、万博博というものを総合的に考えていく上で経た過程だが、その頃には、 万博運々を超えて、二人の興味の対象になりつつ、あった。何かそういうテーマについて継続的に考える場を作れないだろうかということも話題になった。帰国後、対談で小松が未来学はどうですかと提案した。未来をきちんと考えるためには、過去現在にわたって、あらゆることを調べて、それを統合しなければならない。要は、 すべてのことが研究対象になる。その後サブテーマ委員会で知り合った林雄二郎、川添昇からすぐに反応があり、ぜひやろうということになった。そこで小松、梅沢、加藤、林、川添とで未来学研究会という勉強会を発足させた。今度は万博の時と違いのんびり勉強できるだろうと思っていた。 しかしなぜか、翌67年前半に未来学、未来論のブームが来て、また振り回されることとなった。なぜか、小松は、味噌の未来や、株式の未来といった原稿まで付き合わされた。ともあれこの当時、小松の頭は、未来学でいっぱいだった。この年の11月に出した短編集、神への長い道の後書きには、こういう風に並べてみると、ここ1年来、 自分が次第に未来というものにのめり込んでいきつつあることが自分にもはっきりしてくるような気がしますとある。同じ11月、小松は中高新書から未来の思想という絵描き、おろしの評論を刊行している。この本は人間はまだ輪廻史観、終末史観、進化史観の3つしか発明してないのではないかという宇宙人の柴野の言葉をヒントに 未来観の危険を遡り、さらに未来観の未来まで考えてみようとしたものだった。しかしこの本を単なる文化論にするつもりもなかった。一体なぜ人という生き物は自然の中で生きていくのに最低限必要な能力以上の過剰なのを思ってしまったのか。小松は未来学を論じるにあたってそこから解き起こした。人はなぜ生まれ死ぬのか未来の死を考えさせ、 宗教と思想を生み出した人々など自分なりの見取り図を描く試みだった。人間はなぜ未来を考えるのかという根源的な問いに対する仮説も示唆している。未来というものが倫理と深く関わっている地点が見出されるかもしれないとも考えた。この本を書きながら小松は自分が SF を書く動機を整理していたような気がした。文学も哲学も科学も一緒に扱える SF を やはりずっとやっていこうという決心がついた。これを書いたとき、まだ36歳の若さだった。SF マガジンでのデビュー以来、様々なジャンルにわたる多数の超短編作品やショートショートを世に送り出し、日本の SF を牽引した。その作風は人類の運命を描く、ハードコア SF から、ポリティカルフィクション、タイムトラベルもの、歴史改変小説や、 パラレルアールドもの、スラップスティック、アクションもの、SF ミステリー、ホラー、エロティックな作品、空話的な作品やファンタジーに至るまで幅広い。あまりの多面さに作風を一面的に断じることはできないが、当時先端の科学や政治経済の知識を駆使し、プロットの練られた日本沈没、首都消失のような作品から下町を背景に描いたコップ一杯の戦争。 日本をはじめとする各種神話に取材した作品まで、非 s F である歴史小説、中間小説も含め、サイバーパンク以前のほぼすべてのジャンルに手をつけたと言っても過言ではない。また、非 s F でもあくまで SF 作家としての視点から作品が構想されていることが小松左京辞典に収録されている自作解説からわかる。小松作品では純粋で、 正義感の強い青年が主人公を務めることが多い。これは、しばしば並び称される、星新一、筒やすたからには全くと言っていいほど見られない、特徴で、時り人情、情緒、感能などをたっぷりと描く傾向も同様である。このあたりが、小松作品に、独特の熱っぽさと艶を与えている。ソ連の SF 作家イワン・エフレイモフの社会主義的、 SF 論に対抗して書いた背景イワン・エフレーモフ様をはじめとした数々の SF 論で科学技術が人間社会や人間の存在自体を変えてしまう時代の本流文学としての SF を一貫して主張し続けている。ただしこの小松が理想とする SF は小松ほどの博覧狂気な作家でしか書けないとも言える。筒井康隆は小松の次戦短編集 骨の解説で自身との比較において自分は自分の頭の中にある知識やシチュエーションを組み合わせて小説を考えていく。だが小松左京はまずこういうテーマの小説を書くときめそれに沿って彼の頭をバッサバッサと揺り動かすと膨大な関連する知識が落ちてきてそれをまとめ上げていくと小松の創作法を表した。その他にも 日本各地や世界各地を旅しての文明論や日本文化論、科学エッセイなどのノンフィクションも多数執筆しているが、これらについても SF 作家としての視点からの壮大な視点から書かれている。精力的な執筆で知られたが健康問題もあり50代後半以降の創作は極めて少ない。54歳から執筆開始された最後の単独執筆長編。 虚無回廊も未完に終わった。広範な領域での業績と旺盛な活動力を、岡田敏夫、唐沢俊一らは、荒又博士と、立花隆史と、宮崎駿を足して3ではらないと評している。批評家の東ずまは、小松は、戦後日本を代表する、娯楽作家だっただけではない。また日本 SF の創設者だっただけでもない。小松はそれよりもなりよりも、まずは、 知識人であり、教養人であり、その溢れる知性に文学という形を与えるとき、SF という表現形式を見出した一人の視作者だったのだと考える。代表作には、時間と空間をまたにかけた壮大な長編、果てしなき流れの果てにが挙げられる。この作品は1997年の SF マガジン500号記念号で発表された日本 SF オールタイムベストにおいて、 長編部門1位を獲得した。さらに短編部門では同じく小松作品のゴルディアスの結び目が1位になった。初期長編では娯楽色と試作性を高いレベルで両立させた SF ミステリー、次ぐのは誰かの人気も高い。山田正輝がこの作品を青春小説として評価している。中国のベストセラー小説3体の著者、リュウジキンは 小松作業作品を愛読しているという。日本沈没、復活の日、エスパイ、首都消失などが映画化されており、特に1984年公開のさよならジュピターは単に原作提供にとどまらず、新たに株式会社用を設立して映画制作に出資。小松自身も総監督として現場の指揮をとり、最新の CG を駆使して特撮場面を撮るほどの、 力の入れようだった。テレビにも映像化作品は多く、中にはテレビオリジナル作品もある。2006年には日本沈没が現代に合わせてリメイクされ、映画として公開された。一方、文壇からの正当な評価、評論は特になく小松左京辞伝においては、海光圏や北森尾くらいにしか自分の文学を評価してもらえなかった。せめて、 芸道小説ものでは、直木賞をくれないかなと思った。現在でも、社会や分断が SF を十分に認知しないことへの、苛立ちがあると、無念さをとろしている。また同書には、一貫して、宇宙における文学の意味、宇宙における人類の意味を考えてきたという発言があり、他の SF 作家とは連帯しきれない、小松なりの孤独な問題意識が書かれている。 この小松ならではの文学的な問題意識が共有できたのは SF 作家仲間よりもむしろ、開顧兼高橋和美であったとも書かれている。また、角川文庫版、牙の時代解説で、中井秀夫は男性に調達され、面白い物語に徹した最初期短編を史上とし、政治的、文明批評的な情舌が溢れる作風に転じたことを強く批判。 信仰のあった三島幸夫が日本アパッチ族なんてあんなもの書きやがってと同意を示していたことを記している。ただ、小松が広範な人気を獲得していったのは日本アパッチ族以降であることも事実である。尋常でない好奇心を持っていた。ある日歩道を歩いていると何なんだ、中身はと言いながら道路を横切り小さな洋食屋の ランチ始めましたの紙に書かれたメニューの中身を確かめに飛んでいったのである。小松の知識と情報量を支えているのはこの原子力発電所や量子力学プレートテクトニクスから町の養殖屋のランチに至るまで完全に同等な好奇心であった。小松は SF というジャンルに誇りを抱いていた。SF ならばあらゆる表現が可能になる。むしろ これからは、あらゆる表現が、SF になるというのが彼の心情だった。即筆で、麻雀で一人余って抜けてる間に、原稿用紙に手書きで1時間ほどで20枚程度書き、またジャンタクに戻っていった。関西の官僚や、財界人たちともブレイン役として交際し、湾岸道路の建設、関西新空港の整備、研究学園都市の創設などを提案した。また、 彼らとの交流で、リオンなどの花町を体験し、芸道小説シリーズなどに結実している。ユーモラスな一面もあり、SF 作家おもろ大放弾では、自分の精液をフライパンで焼いて食べたことがあると語っている。1970年頃は、よく太っていて、ラジオなどでも自称メガネ豚と言っていた。生まれ育った関西に愛着を持ち、 関西を盛り上げるための様々な活動を行った。1977年から1982年には、大阪フィルハーモニー交響楽団のイベント、大フィル祭りの企画、構成を担当。1978年には、関西で歌舞伎を育てる会の代表世話人になり、20年以上務めた。また、神戸武蔵。 堀明などの関西出身の後輩 SF 作家たちにも目をかけた。また、大阪タイムマシン機構、私の大阪、こちら関西、こちら関西、戦後編など、関西をテーマにした著書も多数ある。SF 作家クラブの集まりを楽しみにしていた。SF を語り合ったり、バカ話のできる仲間に会える場であり楽しくて仕方がなかった。 特に星の存在は大きく、世の中にこんなおかしな人がいるのかと思った。当時、64年に、東海道新幹線が開通するまで、大阪から東京に出てくるのは、夜行で13時間かかったが、それでも集まりに参加したのは、星に会いたかったからだった。麻雀の腕はかつて業界記者をやってた頃修羅場の、ようなシビアな麻雀を経験したおかげでとにかく、強かった。 ヘビースモーカーであったため、紙巻きタバコを手にした写真が多数残されている。SF 長編ジュブナイル連作、シリーズショートショート集短編集新調文庫などのオリジナル文庫本には、最終録傑作戦が多数含まれる。ありがとうございます。